それのね、あの居候事件があるのよ。居候をスズメバチにあの刺された事件を思い出した。あのうちの居候あるじゃないですか。で俺がなんか小学校の頃に居候と、居候がね、あの俺の親の金で車買ってで車免許持ってて乗ってたのよ。でそれでなんか朝6時ぐらいにその俺がねミヤマクワガタとかそういうの取りに行きたいって言ったら、一応居候が連れてってくれたんですよ。その時小学校俺が 2,3 年ぐらいの頃で、それで車乗って俺行ったのよ、なんか夏休みの時。そしたらそう白鳥荘ってとこに取り行ったんですよ。そしたらそのね、あの樹液が出るスポット知ってるからそこ行ったのよ。そしたらなんかあのなんだ、ミヤマクワガタとかコクワガタとかいっぱいいたのよ、ノコギリとか。でもクワガタだけじゃなくてカナブンとかハチとかもすごいいて、スズメバチとかそれで俺がね、うわーと思って、それなんかこうクワガタを取ってたら、イソロがなんかいきなりなんか走ってきてふわーとかつって走ってきたんですよ。でそれでなんかスズメバチに8箇所ぐらい刺されてんのよ。8箇所ぐらい刺されて、なんか最初なんかね、あのアシカどっか刺されたんだって、アシカなんかを。でアシカなんか刺されて、そのなんかスズメバチに足刺されたからバーンってなんかスズメバチをこう払ったんだって。そしたらやっぱ仲間が怒ったのか知らないけど、仲間が一斉に襲ってきたらしくて、それ払ったのをなんかきっかけにバーっていきなりなんかこうそこになんか群れて蜂の巣のところから すごい来たらしくて、8箇所ぐらい刺されて、いろんなとこ刺されて、最終的にケツまで刺されたんですよ。最終的に腕とか足とかなんかいろいろ全部合わせて、最終的にねケツまで刺されたの、そのズボンのなんかところか、ズボンからもなんかこう貫通したらしくて、そうでケツ刺されて、それでなんか車で運転して帰るにもなんかあの運転して帰るにもさ、座んなきゃいけないじゃん。で座ったら自分の体重がさケツにかかるから痛いじゃん。でもなんか運転するには座るしかなくて、痛えとか運転しながらね、あの帰ってきたのを思い出して、それはね本当ね今思い出した、その居候スズメバチ事件っていうのがあったんですよ。そう懐かしいなっていうのはあったんですよ。うん、懐かしいっすね。うん、いやあとらすけさん、短冊は出す、短冊は出す。いくつの時、いや小学生とかっすよね。小学生ぐらいの頃なんで、小学多分 2,3 年とかじゃないかな。バーカーいいねと思う、はあ、はあ、いやーマジでさ、なんだかんださ悪運強いんだよね。普通そんな刺されたらなんか結構死にそうな気もする。まあ死にはしないかな、かな。あと居候がね飲酒運転してもうすっげー前っすよ。まだその時飲酒がそこまで厳しくなかったんで、今すげえ厳しいじゃん。もうその時はね、もう何年前だろう、余裕で10年以上前だと思うんだけど、15年ぐらい前なのかな、もう相当前ですよ。うん、親の買ったなんか新車をなんかこう飲酒運転してそしたらなんかこうなんて言うんだろうな、その道路のなんか脇のところになんかあのなんて言うんですかね、こうくぼみみたいなのが、なんて言ったらいいんだろうかな、あのこうなんて言ったらいいんだろう、道路の脇のところにですね、あのこう水が流れてるとこあるの、なんて言ったらいいんだろう、あちょっと今行くわ、ちょっと待って、まあ似たような場所があるんでちょっと今行くわ、映した方が分かりやすい。なんて言うんだろう、そう田んぼではないんだけど、ああいうのってなんて言うんだろう、それなんて思うんですかあ、用水路というか、なんかそういうようなやつがあるの。ちょっと待って。今、似たような場所が目の前にあるから、それ見せるわ。あ、でも暗くて見えるかな。ライト持ってきてないからね。側溝っていうのかな。そのなんか自然なやつじゃないの。人が作ったこう水が流れる場所というか。うん。あ、ちょっと暗くて見えないかな。こういうような場所。イメージとしてはこういうようなとこ、まあまあてかほぼこれ、こうやってほらこの中に水流れてるじゃん、ちょっと暗くて見えないかな、こういうほら水が流れる場所というか、こういうとこがあるの。
これ速攻っていうの、うん、これっすよ。でどうこうと飲酒運転して、それでこの速攻っていうんですかね、速攻にこれ突っ込んだんですよ。で突っ込んで、それであのあれですよ、そのなんだあの車のそのなんていうの、車がこうあれなのよ、逆になったのよ。ほらだからその車の頭の部分が、頭の部分からこうプツリっていって、車の頭の部分がこう下になって、それでガーンってそのまま落っこったの、この中に、うん、用水路か。だからもうタイヤがだから上に来る感じよ。なんか天井から落っこった感じ、車のね。でそれでガーンってなって、でそれでもう車なんかもうボコボコになって、でもうスクラップになったの、それもうあの修理するなんかレベルじゃないってなって、そこまで車がスクラップになったのに、なんと居候はあの無傷だったんですよ。もう車スクラップなのに無傷だったっていう、うん、なんか本当なんかアーノルド・シュワルツネッカーのなんかあの映画なんじゃないのかなっていう。アーノルド・シュワルツネッカーってさ、どんだけさなんかさやばい状況でも絶対死なないじゃん。もうなんかさ、なんだあるじゃないですか、そのランボーとかなんかアーノルド・シュワルツネッカーの映画とかターミネーターみたいなさ、どんな危機的状況でも絶対死なないじゃん。そんななんかもうなんか変な不死身ななんか強運を持ってるんだよね、うん、やばいっすよね、ほんと武勇伝、ある種武勇伝みたいな、うん、